皆さんこんにちは、宇都宮市水田生態院長の、鈴木です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画なんですけど、整形外科の方で、変形性膝関節症患者さんに行われている、間違った治療法ですね、治療法の落とし穴っていうところ、5選っていうところで、お話をさせていただきます。その1、患者様ではなく症状しか見ていない。はい、1番目の、患者様ではなく症状しか見ていないということなんですけど、結構これ、整形外科さんの方で、とても多くてですね、どうしてもそのお医者さんっていうのはとても勉強されていますので、いろんな知識があります。で、頭の中にいろんな症状があると思うんですけど、逆にそのじゃあ膝の症状っていうふうに、絞って考えると、だいたいこの動画を見られてる、あなた、今ちょっと考えてみてください。膝の症状、診断名っていうと何が思い浮かびますか？まあ、きっとね、少し考えてもらっても、まあ、変形性膝関節症だとか、あとは、X 脚だとか O 脚だとか、あとは、半月板の損傷だとか、まあそんぐらいですかね。あとは靭帯だとか軟骨とか、そういうところだと思うんですけど、意外とね、数が少ないんですよ、膝の症状って。で、そうなると、病院のお医者さんは診断名を出さなくちゃいけないですから、じゃあどういうふうに診断を出すかっていうと、まあ、患者さんの症状を、似たような症状に、近づけて型にはめて、診断を出してしまうっていうのがあるんですね。患者さんがじゃあ痛いっていうふうにおっしゃったら、階段降りるとき痛くないですか、こういうふうに痛くないですかだとか、画像診断見たときに少しでも、間が、ね、骨と骨の間が狭かったら、あ、もうすり減ってる、だから変形性膝関節症だねっていう感じで、大体の患者さんがね、変形性膝関節症っていうふうに肩にはめられてしまって、自分は変形性膝関節症なんだと思い込んでしまうんですよ。なので診断を受けてからいきなりこうね、自分で意識して恐怖心が膨らむから、膝が痛くなってしまうような、患者さんとかもいますので、診断に対してね、本当にそうなのかなっていうところで、ちょっと疑いの気持ちを、持ってもらうのも大切かと思います。その2、痛み止めで症状を悪化させてしまう。はい、この2番目のね、痛み止めで症状を悪化させてしまうっていう項目なんですけど、まあ、皆さんの中でね、痛み止めっていうふうに考えると、痛みを抑えてくれるんじゃないのって、症状を改善させてくれるんじゃないのっていうふうに思っている方も多いかと思います。ですが、痛み止めの仕組みっていうものを理解すると、まあいいところと悪いところが見えてきます。で、まず痛み止めってどういうものかっていうと、その症状、まず膝が痛い、膝の炎症とかですね、膝の炎症を抑えてるわけではなくて、どういうことかというと、例えば、膝が痛い患者さんっていうのは、なぜ膝が痛くなるかっていうと、体がもうこれ以上動かすと膝が壊れちゃうから、動かさないようにしてねっていうことで、脳に対して痛いですよっていう信号を送ってるんですね。それが脳の方で受け取ると、あ、膝が痛いんだ、じゃあ動かさないようにしない、動かさないようにしようっていうことで、痛みを出すんですけど、その痛み止めっていうのを飲んでしまうと、その膝から脳へ信号が送られてくるんですが、それを途中でブロックしちゃうんですね。ブロックしてしまうと脳に、信号が届かないので、膝はね、もうこれ以上動かさないで、動かしたらダメだよって言い続けてるんですけど、脳は全く感じずに、どん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 痛みがないから動かしてしまうと、ね、動かしちゃいけないところをガン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 動かすから、痛み止めが切れた時には、まあ、今まで痛みがなかったっていうのもありますけど、まあ、さらに痛みが強く出てしまう。で、そうすると薬の量が増える、で、痛くないから動かす、また痛みが強くなるっていう、この悪循環に入ってしまって、薬が効かなくなった頃にはもう膝はボロボロな状態で、整形外科さんへ行くと、じゃあ手術をしましょうよと言われるような状況になってしまうので、もしね、薬飲まれてる方いましたら、なるべくね、薬に頼らずに、もしね、1日3錠飲んでるんであれば、減らせるんであれば、減らすようにちょっと、気持ち的に切り替えてもらえればと思います。その3、膝周りの筋肉を鍛えるほど膝が曲がらなくなる。はい、3番目のね、項目なんですけど、膝を鍛えるほど曲がらなくなるということで、もしね、変形性膝関節症で、今ね、あの病院さんの方のリハビリ科とかで、筋トレなんかね、されてる方はね、きっとね、こういうふうに、促しを受けたはずです。〇〇さんはこのお膝の前の筋肉が弱いから、膝が痛くなっちゃうんですよ。ここの筋肉がついてくると膝の負担も減って膝の痛みは軽くなります。だから一緒にトレーニングしていきましょうとね、そういうので、よいしょ、なんかこういう形でね、座って、
じゃあ伸ばしましょう、1、2、3だとかこう足にね、足首か何かに重りをつけてこういうふうにトレーニングをしている患者さんなんかもね、いらっしゃるかなと思うんですけど、なぜそういう患者さんが、筋トレしても全然治らないかっていうと、まずそういう患者さんっていうのは膝が痛くて膝を曲げたくて来院するわけですね。うちに来院されるわけなんですけど、ここのいつも鍛えてる前の筋肉っていうのは大腿四頭筋っていう筋肉で、お膝を伸展といってこう伸ばすような、お膝をね伸ばす筋肉です、この前の筋肉は。でその前の筋肉ばかりリハビリの整形さんでこうグーッと鍛えてるわけですね。そうすると前ばっかりが大きくなって前ばっかりが緊張してきます。そうすると曲げる、膝を曲げる動きっていうのは膝を曲げる後ろ側の筋肉なんですね。ここの筋肉を使うはずなのに前の筋肉ばかり鍛えて硬くなってしまってるから、いざ膝を曲げようとした時に曲げたい筋肉と伸ばしたい筋肉が膝の中で綱引きが起こるんですね。もちろん前の筋肉ばかり鍛えてるから伸ばしてる方が勝ちます。そうすると曲げたくてもこっちが突っ張ってしまって曲がらなくなる。で、あ、曲がらない、で病院に行くと曲がらないからもっと鍛えましょう鍛えましょうとずっと逆のことをやってしまうと。でそういう患者さんね結構多いので、僕の、治療の中でね、鍛えるのにかやめてもらうと、それだけで、症状が改善される場合もあるので、ぜひぜひ試してみてください。その4、膝の水抜きは治療という観点からだとあまり効果が見られない。4番目の項目ですね、よくね、膝が痛い患者さんだとかね、まあ部活をやってる方とかで、学生さんとかでね、膝に水が溜まっちゃいましたとね、膝に水が溜まったから抜いてきましたなんていうね患者さんがいらっしゃるんですけど、そもそもなんですけど膝の水を抜くというのは、根本的な治療ではありません。でどういうことかっていうと、まず膝の水自体の正体についてわからないといけないですね。膝の水というのはなぜできるかって出てくるかというと、まあ膝の関節の中で骨同士がぶつかってしまったりだとか、何かしらの衝撃が加わると、お膝の中で炎症が起きるんですね。で炎症が起きると、その炎症、例えば炎症を火事だと思ってください。家の火事で炎症が起きると火事が、炎が出ます。炎を抑えなくちゃいけないから、関節包というね、関節を包んでる袋があるんですけど、そこから滑膜液とね、組織液っていうこうね、液を出します。それが水って言われるんですけど、その水でね、その炎を沈めるようなイメージ、炎症が起こってるんだったら、そのもしぶつかってるんだとしたら、水で間のクッションを作ってあげて、水がね、水がクッションになってあげて、こうぶつからないようにね、間のクッションになってあげるという、そのために水は出してるんですね。で水が溜まってくるとなぜ痛いかというと、関節の中が、水風船のようにね、水でパンパンになります。パンパンになった状態で膝を曲げようとすると袋が破けそうになるんですね。その時に、あ、これ以上曲がらない、無理に曲げようとすると爆破するんじゃないかっていう違和感とか痛みがあるので、それでなんか水が溜まってるイコール痛いだとか、あとはなんか重だるさがあるだとか、そういうところでね、病院の方行ったりすると思うんですけど、まあ、特に、ちょっとぐらい水は溜まってても全然問題ないです。なんでかっていうと、体が作り出しているもので、クッションの代わりになるためにね、作ってくれてるものなので、逆にその作ってくれたクッションを手当たり次第抜いてしまうと、またこうせっかく作ったクッションがなくなるから、さらにこう水が出ますからね。だからよく言う水を抜くと癖になるっていうのは、せっかく溜まったクッションをまた抜くから、また出さなきゃ出さなきゃ、でそれが何回も繰り返すことで癖になってしまったんじゃないかなっていうので、そういう噂が広まって癖になるっていうね、言い伝えじゃないですけど言われてるんじゃないかなっていうふうには思います。なのでちょっとぐらい水溜まったぐらいだったら少し放置してみてください。そうすると自然に炎症収まってくると思うので、パンパンになってしまってもう曲げ伸ばしできないわっていう時だけ、抜くようにしてみてください。その後ヒアルロン酸注射はその場しのぎに過ぎない。はい、5番目の項目ですね、最後の項目なんですけど、ヒアルロン酸注射、よくね膝の痛み訴える患者さんでね、この言葉よく聞きます。ヒアルロン酸注射打ってきた方がいいですか先生とかね、ヒアルロン酸注射打ったんだけど治りませんよ先生という声をよく聞くんですけど、そのヒアルロン酸注射自体が、そもそも本当に改善ではないんですね。なぜかというと、まあ、ヒアルロン酸注射何のために入れるかっていうのが、まず2つありまして、まず1つ目がですね、
僕が思う一つ目は、単純に膝の軟骨がすり減ってるので痛みが出てるから、その間をクッション材としてヒアルロン酸を入れてあげて、こう潤滑油ですね、動きを良くしてあげて、ぶつかりにくくするっていうのが、まず1個目、まあ、これが表だっていうのね、表に向けての、治療だと思うんですけど、もう2つ目は僕は、とりあえず整形外科、手術以外には薬を出すぐらいしかやることがないので、来た患者さんに対して納得させる意味で僕はヒアルロン酸注射をとりあえず打ってるんじゃないのかなっていうふうに、まあ僕のあくまでも偏見なんですけど、まあそういうのもあるかなと。で、ヒアルロン酸注射がなぜ、根本の改善ではないかっていうと、もともとヒアルロン酸っていうもの自体が体に吸収されてしまうんですね。膝が痛いからって言って、じゃあヒアルロン酸注射して、ちょっとじゃあ間膨らみましたって言っても、時間とともにこれなくなっていっちゃうんですよね。っていうことは、もしヒアルロン酸注射をずっと続けるんであれば、痛みがね、出てる間ずっと打ち続けなくちゃいけない。もしね、その関節が狭いっていうのが原因だとしたら、ヒアルロン酸で間を広げてもまたなくなったら痛くなる。広げてなくなったら痛くなる。っていうことは、死ぬまでずっと打ち続けなくちゃいけないじゃないですか。なので、まあ、それだったら、もし本当にね、膝がこう骨同士がぶつかってるとの原因だったら、手術でね、人工関節にしちゃった方が早いのかなと思うんですけど、でもヒアルロン酸注射で良くなるっていう患者さんもいるんですよ、いることには。で、そういう患者さんはなぜ良くなるかっていうと、そもそもその膝のぶつかってるのが原因じゃないと。で、だってヒアルロン酸入れても吸収されて、なんで当たってるのに痛くなくなるかっていうと、もともとそこじゃなくて、自分の中でね、膝が狭いからとか、そういう思い込みがあると、やっぱ怖さが出てくるんですね。膝がぶつかるから、あんまり大股では歩けないんじゃないかだとかね、あんまり歩きすぎると痛くなるんじゃないかとか、そういう患者さんがヒアルロン酸注射を打つことで少し動きがスムーズになって、あれ楽だと。で、楽になると怖さが紛れるので、今までかばってた歩き方がかばわなくなると、健康的な歩き方になるので、そのまま健康的な歩き方を継続していくと、ヒアルロン酸がなくなっても自然といい形なので治っていくと。そういう患者さんは、ヒアルロン酸で改善されるっていうケースもあると思います。ですので、ヒアルロン酸自体がその場所ね、その膝の当たってるよってところが原因ではないんじゃないのかなと思いますので、もしヒアルロン酸のね、治療されてる方いましたらね、一度ね、このブログ読んでもらって、この動画とね、ブログ読んでもらって、ちょっとご検討いただければなと思いますので。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕の動画がためになったな、勉強になったなと思った方は、グッド評価お願いします。動画の下の方に、チャンネル登録の場所もありますので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。ホームページの URL も概要欄に貼ってありますので、何かご連絡などありましたら、ホームページの方から連絡いただければと思います。本日はこのぐらいで、さよなら。